分別注射した内装材は4階から3階、3階から2階、2階から1階へと床の搬出口から下ろしトラックに積み込み搬出します。搬出口の周りには安全防護柵を設けます。上の階より順次搬出していきますが、連絡合図を2分にして安全対策を徹底します。車内のトラックに積み込み場内へ搬出します。燃焼剤が全て搬出されました。駐車場上への解散です。コンクリート足立で内側から外側へと順次解散していきます。駐車場上への解体、工場上への解体作業は順調に進んでいます。踏み込みが下にしないよう十分に換気をしながら解体します。開催部分に直接浸水するのが効果的です。圧災機で大張り解体したコンクリートは小割機で細かく小割りし、コンクリート材と鉄筋を仕分けします。鉄筋はマグネットで分別し集積します。鉄筋は搬出しやすいように団子状にまとめます。鉄骨はトラックに積み込みやすいように適度な長さに切断して分別・集積しておきます。荷台の深いトラックへの積み込みの場合、指揮者が積み込み位置を指示して効率的に積み込みます。場外へ搬出するときは必ず安全要員が誘導し安全確認を徹底します。解体作業の基本は内側への倒し込みです。整備工場裏側も同様に解体し順次排出物を排出します。事務所棟も平屋部分同様に圧災機による圧災工法で解体します。この工法では圧災機を海上に吊り上げ環境で解体作業を行う方法と地上から解体作業を行う方法とがあります。地上5階建てのこの現場ではロングブームの圧災機を導入して地上より建物全体を解体する方法を採用します。
ロンドブームの朝市を利用すれば、地上8階、およそ35メートル程度の建物までは、地上からの再開作業が可能です。ただし条件として、敷地に余裕がある場合、あるいは平面規模が大きな建物で、建物内にアクセスの作業スペースを確保できる場合です。ロングブームのアクセスを使用する場合には、アクセス足元の安定には特に注意が必要です。この現場は、アームが届かない位置にある5階部分の解体のために、1階から4階部分の外壁、および床部分の一部を先行して解体し、重機の旋回範囲を確保します。5階部分を解体した後、4階から順次、床スラブを解体します。床スラブ解体後、上層階から梁、柱の鉄骨を切り離し、壁を倒し込んでいきます。それでは、実際の解体作業を見ていきましょう。事務所棟5階部分の解体です。地上からの作業では5階部分がオペレーターから見えにくいため、指揮者が的確に指示を出します。鉄骨は事前にある程度脱切断し、内側へ倒し込みやすくします。内側へ倒し込みながら、上層階から順次解体します。解体の進捗に合わせて、防音パネルと足場を撤去します。事務所棟の解体と並行して、工場棟土間の解体を行います。同じ敷地内で同時に作業を行うためには、しっかりとした計画が必要です。廃棄物の集積位置を決めておけば、効率的な積み込み、搬出ができます。土間の解体が進んでいます。コンクリート材とその他の廃棄物に分別します。ロンドブームの圧壊機による解体、壊れ機による壊れ、マグネットによる分別、スケルトンバケットによる分別、それぞれが効率よく並行して行われています。金属くず、コンクリート管などの集積場所を事前に決めておくことで、作業スペースが確保されるとともに、効率的な作業の流れが作れます。